番組だけだと思うんだけどね、わかんないね。はい、再開しました。しました。はい、再開しました。映像来てます？音は出てますか？コマーシャル出ちゃいました。うん、戻ってきた。コマーシャルを消せないのよ。あ、そうするとそうね。またまだやってる。こういう時ってでも音も出てないんでしょ。うん、何も出ない。こっちの音も出てないんでしょ。今の今もう放送されてる。放送再開されてるっていうことですか。ごめんなさい。はい、はい、すいません。今なんか落ちたらしいです、はい、で今も映像戻りましたので失礼いたしました、佐々木博人さんのでございます、これが多分課題のものだと思います、こちらの方は非常にこういいですね。アクションそのこっち側に映像出てこないと私が見えないのですが、出たら嬉しいけど。でとてもよくできております。来ました、来ました。ありがとう。よくできております、はい、でこちらもいいと思います。でやはり惜しいのがここの部分の木梁ですね。もう少しここのところを頑張って墨が入るように進めていただく、まあ、ゆっくりにするしかないんです。でそこら辺を気をつけていただくといいと思います。佐々木さんの上手な方だからね。でこちらが確かこちらが流血だったっけな、ですね、なんかもっと極端でもいいかもしれませんね。実力者なんで少しこう極端にこう持ってってみてください。キュッキュッとね持ってってください、うん、こういうところもねキュッとね、まあ醸造のムードっていうのかな。ここも先ほど流血のところの月という字見ていただいたけど、ここのところはもう極端にこんなになってましたよね。そんなの意識していただいてもいいかもしれません。でもよくできてます。こちらもいいですね。こちらはもうちょっと太めのものを線をちょっと入れていただくといいかもしれないですね。こういう部分ここのところとかね、こういう部分のここのところちょっとこう太めにしていただくと、そうするとこうがっちりしてくるんじゃないですかね。これはいいと思います。はい、なかなか爽やかな線ですよね、佐々木さんの線。それちょっと名前が大きいかな。はい、最後差し当たさんになりました。いつも差し当たさん一番なのになかなか出てこないから届かなかったんじゃないかとハラハラしてらっしゃったかもしれませんが、ちゃんと届いております。これはきっと課題ですね。課題の超月を書いてくださっています。良くなりました、差畑さん。抜群じゃないですか。特に上半身とってもよくできています。とってもよくできています。で上半身の大きさに比べて下半身が少しだけ小ぶりなので、これが惜しいなと思えるところです。でまあこれだけのスペースだとしたら上半身のこの間を少し狭くしてください。それだけでバランスが取れてきますので。ただ線質線の表情の付け方なんていうのはとってもいいので申し分ないと思います。で筆法として惜しいのがここだけね。でこれはしっかりと止めて、でここのところの部分を腹を出しちょっとだけ出してあげてから、もうちょっと幅を広げてこの刃を行きましょう。でこのくらいの長さがバランスが一番いいと思います。月もいいですね。ここのところちょっとこれ右上がりあると揃うかもしれないですね。このこちらの上がりとね比べるとね、うん、これもいいでしょうね。ここのところの太さがもうちょっとあるといいかなというのと、ここの角ね、腕跳ね出していく時のこの幅をもう少し、この幅です、ここの幅ねがもう少しあってもいいかもしれません。その方が強く見えるのではないかと思います。縦角の太さと、あまり大きく差がないように、羽出しを出してあげた方が力強く見えます。
もう指原さんとも何年になるのかしらお付き合い、本当に上手になられたと思います。これなんて見事ですよ。いい文字の形、それからいい線、正直言って最初の頃に比べたらもう本当に運転の差、性質が違いますしね。でこちらもいいですね。お尻のここだけかな、しっかりと筆を立てて、小さいところでもやはりきちんと強さを出していってあげるといいと思います。はい、でもよくできております。指原さんでした。はい、以上添削終わりました。ちょうど今9時、6分過ぎちゃった。はい、6分過ぎでございます。はい、カメラマン移動中になりました。はい、今日は映像出てるよ。カメラマン移動中になってない？あれ、うん、テルテル坊主映ってない？テルテル坊主映ってない途中で落ちたから、ね、うん、ユーストリームの何が落ちたの？何が落ちたんでしょうね。ソフトが落ちちゃったね。うんうん、突然お見苦しくなって申し訳ありませんでした。てか消えた。ね、消えた。消えてしまいました。うん、どういうことでした？すみません。はい、私無事立ち直りました。今日はいろいろ書き込んでくださって、なんか楽しかったです。そうですか。はい。はい、こういうふうに見てくださってるといいですね。いいですね。うん、ご自分の添削をね。そうそうそう、見てくださってるとね、やっぱりこっちも力入りますね。そうですね。大サービスしたし。うん、そうそうそう、ね。ついサービスしたくなっちゃう。そうですよね。で、次回は、うん、またいつも通り4月の第3金曜日。はい。ですよね。4月第3金曜日、はい、午後8時からです。はい。はい、いつも通りです。はい。ご安心ください。はい、それで一つだけちょっとお知らせがあります。はい、4月10日金曜日、第2金曜日の午後8時から特別番組をやります。それは素晴らしい墨の世界。うん、墨っていうのは黒だと思いますけれど、その油煙墨と消煙墨という2種類の墨があって、でそれぞれ薄めるとちょっと茶色っぽかったり、うん、ちょっと青っぽかったりするんです。でその辺実際にこれ、やってみたり、あるいは硬水と軟水で墨が変わるか、そういういろんな実験をします。それと柳碧泉先生をお招きして、プロがどういうふうに淡墨を作るのかという紹介をしていただきます。うん、でその時は天台書院ホームページに大きなボタンを出しておきますので、ぜひ見てみてください。先生も遊びに来てくださいはい、ね、柳先生は2枚目ですよ。そうですね、書道界そう唯一の、うん、書道界 1,2、ね、トップ3ぐらいに入る、うん、トップ1争う2枚目です。学習院で教えてらっしゃってね、人気があるらしいです。でしょうね、はい、かっこいいですよ。はい、はい、というわけで、今日は最後までどうもありがとうございました。今日カメラマンさんは南さん、はいはい、素晴らしいカメラワークでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来月。さようなら。